ルメットの店の中右からかけるとこありますんで。今日で3回目ぐらいですね。今日初めてちゃいますね。今日初めてです。あ、そうなんですか。わざわざあります。どちらの方から YouTube。 あ、どちらの方から。三重から。あ、わざわざあります。今日は天気良かったから走りやすかったんちゃいます。今日は大阪はモーターサイクルショーやってるでしょ。らしいですね。それでお客さんが結構多いですよ。多分ハーレとかは外でやってありますわ、無料の会場で。よかった、あと2時間やったら。はい、どうぞ。はい、すみません、すぐ参りますので、お待ちください。入ってすぐ右にヘルメットかけるとこありますんでね。ありがとうございます。気付けて帰ってくださいね。またよろしくです。すごいね、これ初めて見た。ああ、ステップのやつ。うん、いや素晴らしいなと思って。土のとこへ止めた時に、いや、自分で考え、自分が考えたんですけど、これ、あのパンクシー売り台。あ、ここに乗せれるように。これで、排水パイプを切って、ネクラで切ったんです。すごいな、ほんま。後ろ見えないでしょ。見えないですもんね。で、カーボン使いまくりやし。エンジン音聞かせてもらえますか。はい、また気楽に寄ってくださいね。はい。